あ、多すぎていただい。実際の3分の1。カレー屋ここ一番や。知ってました？カレーのルーだけ？カレーソースが持ち帰りできるんですよ、これ。便。こんな感じ。こんな感じに入ってくる。で、買ったのは何かっていうと、便、見えるかな？フォーク。さて、何からと書いてあるでしょう。これが350円。くっ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 く。350円で遊べるぜ。さあ、誰に食べさせようかな。くっ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 く。こんばんは。はい、ただいま。おかえりなさい。買ってきました。はい、買ってきました。買ってきましたってかさ、ちょっと温めたら、いや、40秒だよ、パカ。はい、これ何でしょう。ペロペロございますが。おお、この赤いシャメントすごいな。混ぜ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 。ココイチカレーの10辛。これがだって、これです。350円で買ってこれるって、家で安全にゆっくり食べれるってことは、すごい素材としては最高だよ。なんかさ、サラダとかさ、ああいうなんか大味のにちゃちゃってやったら、そうだからちょっとずつトッピング、あれピザ絶対美味しいよ。もう絶対ね、そう話させてこれチャーハンとか作ったら美味しいと思うんだよね、パスタとかね。ああいいね。これでゆっくり味わいます。いや、とりあえず、はい。で、サトシ君はお腹が痛いということで今回棄権1時間前に痛くなった。父ちゃん、これ買った時間ってことはお前なんかアンテナついてんだろ、これね、ピピピピピって。お腹痛い、お腹痛い。あ、もう僕ダメだ。お母ちゃん抱っことか。はい、せーの、はい、いただきます。ちょいだよ。そんぐらいしときな。あ、結構いってる。結構いった。ああ。ほんのり赤くなるね、いっぱいね。ほんのり赤くなるね。あ、お母ちゃーん、NEXT! ほんのちょい。ほんのちょいだよ。ほんのちょいだよ。おどかすから怖いじゃないの。ではいただきます。うん、多分大丈夫だと思う。オッケー。あ、多すぎていただき。実際の3分の1。これをもう久しぶりに。これさ、いっぱい食べる人は、おもめさん、なんかあれおかしい。いや、だこれを、これだから安全に美味しくいただきたいの。うん。安全地帯のお家でちょっと改めて。これだからそうだね、上の赤い。ラードみたいな、ラードじゃねえや、ラー油みたいなと、うん、これが要はカレーのペーストなんだよな。うん、入ってるこのあれは、こっちがカレーのメインなのかな。いただきます。赤唐辛子だ、多分辛い。全然辛い。でもあの、昔流行ったの激辛ブームなの、わけわかんない辛さと違うんだよな。ちょっと乗っける。あのね、痛い辛さじゃなくて、ドカンと大きい辛さみたいな、これ大きいじゃん、バーってきたような感じ。だから俺食べた時にさ、これなんかいろいろ使えるんじゃないかなと思って、ちょっと、うん、ハバネロ的辛さはね、なんか生命の危機を感じるけどね。あっち系の辛さじゃないね。あっち系は本当に生命の危機を感じる。あ、ご飯に乗っけた方がかえって辛い。なんでだ。栄養がたっぷりになるから。わかんない。なんかご飯にかけてもかえって辛い。これなんか、パンにつけたら美味しそうなんだけどな。辛い。パン買ってつけていいのかな。これ、いいね。金の食パンでやってみたら。これ、多分ね、そう簡単にはこれ炒まないと思うからね。うん、なんか、使い道あると思います。はい。そのわけで、350円で一番、多分一番安く楽しめる、ココイチ10辛カレーでした。はい。